おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニストの倉田里乃です。今日はレイドゥアの音階をマスターしていこうということで、レクチャーをしていきたいと思います。まずレイドゥアにはシャープが2つありますね。何かというとファとドが、シャープになります。今回はレイ線から始めていきたいと思います。レイ線の0の指、レから始めていこうかなと思ってます。音階を弾く上で大切なポイントっていうのは、まず音にムラがなくするっていうのと、全球でちゃんと弾くっていうのと、まあできたらメトロノームとかもねつけたらいいなって思うし、あとは常に音を聞く、音程を聞くっていうことも大切だよね。いろんなことを気をつけながらすると、まあ基本的な基礎な部分なので自分を見つめ直せるところでもあるので、まあ、全て気になるところはやっていったらいいかなと思います。じゃあレイ線のレから始めていきたいと思います。まずここで止まろう。ここは、はい、見てみてくれたら分かると思うけど、全音になります。1と2、レミファのミとファということですね。ミとファが全音になります。そしてファとソ、それがこういう感じです。1と2はすごく離れてるけど、ファとソの2と3の指はくっついてるね。こういう感じになります。1と2の時は全音で、2と3の時は半音だから指がくっつくっていうこと。3まで、行くことができたら、ここまで行ったら次アーセンに行くね。アーセンの下方弦を弾きます。ここまでいけたら次アーセンの1を押さえるね。そう、今ちょっとさらっと言ったけど、なんでさらっと言ったかっていうと、全く一緒の形っていうのも、レイ線の時のこの指の形とアーセの時の指の形っていうの全く一緒です。なので今ちょっとさらっといきました。つまりここはラシドレっていう感じで、全音半音ってなります。そして、次が、ポイントです。今までは全音半音で、なってたよね。来ました。次は A 線の0に行きます。ここも一緒、どこが一緒かっていうと、この1 A 線の1と A 線の1と A 線の1のこの平行というかな、横になってます。横で取ったら音程が取れるって感じになります。なんだけどその次、ここでやっとイレギュラーになりますね。今まではアーセンの時はデーセンの時もこうだったけど、次半音になります。ここだけちょっと気をつけてください。0、1、2の時に半音になります。そしてその後3はどうなるかっていうと、これは全音になりますね。これアーセンが
こうだったのが冷静になるとこういう風になります。ということは A 線では1,2 が半音で 2,3 が全音になります。っていう感じになります。じゃあ帰っていきましょう。さあやっと4が出てきたのでしっかりこの形がなってるかを確認したら4が出てきたのでしっかりこの形が確認できたらこの4の指もちゃんと丸めてね。ここはねもう押さえっぱなしにしてるのでただ、離していったらいいだけ。その次4に行くときに、音階では、説明するんだけど少しだけ中に行って、来るといいかなと思う。なんでかっていうとずっとここがこの肘が手助けをしてくれなかったら4がちょっと取りにくいかなって思う。なので少しだけ手助けでこうやって肘があると若干こっち側に行けるといいかなと思います。じゃあ、そのまま音階をしていきますね。それを意識して一緒にやりましょう。 A 線の4の指からやっていきましょう。せーの、やっていったらいいかなと思います。ということで今日は冷静の音階をレクチャーしてみました。この動画がいいなと思ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでバイバイ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。私はバイオリン講師としても活動しております。オンラインレッスンも受け付けておりますのでお気軽にお申し込みください。詳しくは無料相談を行っていますので、概要欄にあるウェブサイトよりお問い合わせください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。